主は今回はね、あずき調べからあずきが出たんですね。では、食べてみてください。今まではね、味調べは種類しかずっとなかったんですが、新しい種類として小豆が出ましたってですね。で、北海道産でして、この製品はパウダーを調合した小豆を使用しているということで、小豆の美味しさをそのままに、お米の美味しさと優しい甘さが響き合うサクッと軽いハーモニーでございます。じゃあサクッと軽いハーモニーを食べてみたいと思います。では、いただきたいと思いますね。で、これが、小豆になります。では、いただきますね。あ、確かに、なんかほんのりと、最初はね、いつもの味調べなんですよ。で、その間に、その次に、この、小豆の味がね、さーっとくるんですね。で、ちょっと結構、濃厚な濃い味のね、小豆がして、で、これが一瞬、さーっとくるのが、いいですね。で、この、甘いお酒をいただきながら、高級な、濃厚で甘い味の小豆が出てくるってのはいいですね。私はちょっと前まで小豆というのはあんまり好きではなかったんですけども、こうやって他のお菓子で混ぜて入れると食べられますね。だからあんまり小豆のお餅とかもあんまり好きじゃないんですよ。お前あんだけ小豆さん見てて小豆好きじゃねえのかよっていうツッコミがあるかもしれないんですけども、まあ小豆ちゃんはね、よく見せたんですけども、昔ね。ただ、小豆はそんなに好きじゃなかったね。ところが、まあこれは食べると、小豆のこの、なんとも言えない、この独特な濃い、あんこの味と、甘いこう味わいがさーっとくるんですね。で、この、そしてこの味調べの、このサクサクっとした、で、そしてこの、きな粉をまぶしてる、ところが、うまく、カモフラージュされてるというか、まあそういったところは、非常にね、まあ、面白いなと思うし、そこがこの、味気のね、良さであるなと思いますね。で、こう、さーっとくる。この味わいが何とも言えず、いい味ですよ。こう春の感じさせてくれる、非常に濃厚で落ち着きのある味がいいですね。というわけでどうもありがとうございました。